上和の愛は、アメリカ合衆国の元アメリカンフットボール選手であり、プロレスラー。フロリダ州ペンサコーラ出身。WWE にて、ロマンレインズのリングネームで所属。父は、ワイルド、サモアンズで活躍したシカアの愛。兄は、ロージーなどのリングネームで活躍したマットアの愛。ジョージア工科大学にて、アメリカンフットボールで活躍。 同時期にアメフトを始めたジュオイの嘘図とはよく一緒に練習をしており、三つどもへと呼ばれていた。2007年の NFL ドラフト終了後の5月、ドラフト外フリーエージェントでミネソタバイキングスに入団したが、白血病と診断され、同月下旬に解雇された。同年8月、ジャクソンビル・ジャガーズに加入したが、レギュラーシーズン開幕前に解雇された。なお、 バイキングスタイン後の7月に WWE にスカウトされたが、サインをするまでに至らなかった。2008年には舞台を CFL に移して、エドモントンエスキモーズに入団。先発3試合を含む、計5試合に出場し、9タックルを挙げたが、同年11月10日に解雇された。FCW、NXT エスキモーズ解雇後、プロレスラーに転校。 父であるシカーノアイや、おじのアファーノアイのコーチを受けて2010年に、WWE とディベロップメント契約。FCW にてトレーニングを開始。ロマン・リーキーのリングネームでデビューし、2011年からは、リングネームをリーキーに変更。ドニー・マーローとタッグを組んで、FCW フロリダタッグチーム王座ダッシュを狙ったが、失敗し、シングルへと転向。 2012年1月、レオクル・ーガーと FCW フロリダヘビー級王座を巡り構想を開始するが、王座をダッシュするに至らなかった。同年8月より成功したビジネスマンギミック、ロマン・レインズへと変更して出場。2012年2012年11月18日、WWE の PPV であるサバイバーシリーズ2012の メインイベントである CM パンク、ライバック、ジョンシナによるトリプルスレッドマッチにてディーン・アンブローズ、セス・ロリンズと共に乱入。場外へ逃れてきたライバックを捉え、3人で抱え上げて、実況席へとパワーボムを見舞った。翌日の RAW にも3人で姿を現し、ライバックを強襲した。それから、WWE の不義を正す正義の盾というギミック。 ザ・シールドなるユニットを名乗り活動。主に6人タッグマッチで、数々のスーパースターの急増チームを相手に、勝利している。2013年2013年、5月の PPV で、ある、エクストリーム・ルールズ2013にてロリンズとのタッグで、チームヘルノーと、WWE タッグ王座をかけて対決し勝利。WWE タッグ王座を奪取した。以降、 PPV や RAW、スマックダウンで王座を防衛するも10月14日の RAW でコーディローデスゴールダストとの王座戦の際にビッグショーの介入に邪魔されてしまい敗戦。王座を奪われた。11月24日、PPV であるサバイバーシリーズ2013にてサバイバーシリーズエリミネーションマッチに出場し、 歴代トップタイとなる4人抜きを達成する快挙を成し遂げた。2014年2014年2014年1月26日、ロイヤルランブル2014に出場。ロイヤルランブルマッチに出場した際に、アンブローズに裏切られ、落とされかけるが、直後に、ロリンズがアンブローズを攻めたところ、 アントニオ・セザーロが二人を襲撃し、ロープ際の戦いとなったところで三人まとめて落とした。最終的には、大会最高記録となる12人抜きの外挙を達成し、最後まで残るも、バティスタとの直接対決にて、あと一歩のところまで追い詰めるも投げ落とされてしまい、優勝を逃した。以降上層部に逆らい、ベビーターン。エボリューションと構想を展開し、 優勢だったが、6月2日の RAW にて、ロリンズに裏切られた。7月にはオーソリティにより、WWE 世界ヘビー級王座をかけた、予選バトルロイヤルラダーマッチに出場することを禁じられるが、ビッキー・ゲレロを挑発したことから予選、そして王座戦まで出場するも王座はダッシュするに、至らなかった。9月21日。 ナイト・オブ・チャンピオンズ2014が開催される前日に椎間板ヘルニアの症状が悪化。長期欠場することになった。11月23日のサバイバーシリーズ2014にて順調に経過していることを PV を通して報告した。12月14日、TLC&S2014 のセスロリンズ VS、ジョンシナにおいて、オーソリティやビッグショーの乱入で、 シナが劣勢になったところで登場し、スピアーやスーパーマンパンチを連発して、シナの勝利をアシストした。2015年2015年1月25日、ロイヤルランブル2015にて、ロイヤルランブルマッチに19番目で出場。終盤まで、残りビッグ・ショー、ケインに攻められるが、ビッグ・ショーとケインが口論したところの隙をついて脱落させる。 奮闘した二人によりリング上で攻められていたところをザ・ロックにより助けられ最後まで隠れて隙を狙って襲撃に来たルセフを脱落させて優勝を飾ったしかしロックに助けられたことをトリプル H に指摘され口車に乗せられてダニエル・ブライアンと WWE 王座挑戦権をかけて戦うことを承諾2月22日 ファステレイン2015にテブライアンに勝利し、王座挑戦権を完全に自分のものにした。3月29日、レッスルマニア31でブロックレスナーに挑戦したが、セス・ロリンズが登場し、マヌエイン・ザ・バンクの権利を行使試合はトリプルスレッドに変更され、ロリンズにフォールを奪われ敗退した。11月9日より空位となった、WWE 世界ヘビー級王座をめぐる。 トーナメントに出場。1回戦でビッグショー、2回戦でセザーロを破る。同月22日、サバイバーシリーズ2015にて準決勝でアルベルト・デルリオと対戦。終盤にスピアーを狙ったところへ、カウンターのスーパーキックを浴び、デルリオのフィニッシャーであるクロスアームブリーカーを仕掛けられるが、シットアウトパワーボムで持ちこたえ、最後にスピアーを決めて勝利。 同日、決勝で、アンブローズと対戦。互いに視力を尽くし終盤には、ポスト際でのエルボーとクローズラインの打ち合いになるが、最後に助走をつけて走ってきたアンブローズに、スピアーを決めて勝利。王座を体感して、トリプル H から称えられるが直後に、シェーマスからブローグキックを食らうと、マネーインザバンクの権利を行使され一度は返したものの、 再度ブローグキックを暗い3カウントを取られ、数分間の転下に終わった。同月14日、RAW にて、WWE 世界ヘビー級王座を保持する、シェーマスに挑戦。ビンス・マク・マホンが、立ち合い人となり中盤には、スーパーマンパンチをシェーマスに決めてフォールするが、ビンスの介入によって阻止され、ルセフとアルベルト・デルリオの乱入からピンチに陥るが、 シェーマスとビンスにスーパーマンパンチを決める。終盤にはシェーマスからブローグキックを暗いカウントに出、返し、再度、ブローグキックを決めようとしたシェーマスに、カウンターのスピアーを決めて勝利。試合後に、WWE 世界ヘビー級王者として、ベルトを掲げ上げた。2016年2016年1月24日。 ロイヤル・ランブル2016のロイヤル・ランブルマッチ形式である WWE 世界ヘビー級王座戦にて1番手で登場。29人は相手に防衛する形となり開始。2番手のルセフ、4番手のタイラー・ブリーズと落として順調なスタートを切るが14番手で登場したルーク・ハーパーが入場したところへ突如リング外から リーグオブネーションズから場外へ引きずり下ろされ襲撃を受けて退場。29番手のシェーマスが登場したところへ復活するとスーパーマンパンチで襲撃。続けてザミズ・アルベルト・デルリオを脱落させる。しかしシェーマスへスーパーマンパンチを放ち落としたところへ背後から30番手のトリプル H より落とされ脱落。王座から陥落した。 4月3日、レッスルマニア30に似て、WWE 世界ヘビー級王座戦を保持する、トリプル H に挑戦。中盤に、場外で、大きな助走をつけて、スピアーを決めて、フェンスを突き破った際に左腕を痛めてしまい、負傷箇所を徹底的に攻められる。終盤には、場外からリングに入ってきたトリプル H に、スピアーを決めてフォールするが、 ステファニー・マク・マホンに邪魔されて3カウントを取れず、スピアで吹き飛ばすが直後に、トリプル H よりペディグリーを食らったもののカウント2で、返し、最後には、スレッジハンマーを取り出したトリプル H に、スピアを決めて勝利。ベルトをダッシュした。9月25日、クラッシュ・オブ・チャンピオンズ2016にて、WWEUS 王座を保持するルセフに挑戦。終盤に、 アコレードを極められるが脱出に成功すると、スピアーを決めて勝利。ベルトをダッシュした。2017年2017年4月2日、レッスルマニア33にてジアンダーテイカーと対戦。終盤に、満身創意となった、アンダーテイカーに対して、スーパーマンパンチとスピアーを何度も繰り返し、最後に、スピアーを決めて勝利した。同月18日、実刑ロージーが成拠。 10月9日、RAW にて、ザミズが行う特賞、マイザトブにてミズに、リングから出るよう告げるが挑発されているところに、アンブローズとロリンズが登場。リングに上がりミズとシェーマス、セザーロ、カーティス・アクセルを襲撃。最後にはミズにトリプルパワーボムを決めて、ザシールドの復活をアピール。続いて、ブラウン・ストローマン VS マット、ハーディの試合で、ストローマンが勝利。 退場しようとしたところ襲撃すると、実況席にトリプルパワーボムを決めた。11月20日、RAW にて、WWEIC 王座を保持する、ザミズに挑戦。終盤に、セザーロシェーマスの介入により自ら、スカルクラッシングフィナーレを喰らうが、カウントに出返す。そしてバックステージから、 ディーン・アンブローズとセスロリンズが登場して、セザーロとシェーマスを襲撃するアシストを受けると最後に、水に、スピアーを決めて勝利。ベルトをダッシュした。2018年2018年8月19日、サマーソラム2018にて、WWE ユニバーサル王座を保持する、ブロックレスナーに挑戦。試合前にマネーインザバンク、ラダーマッチの勝利者である、 ブラウン・ストローマンがキャッシュインを行えるように場外で待機する状態で試合を開始。中盤にスピアーを仕掛けるも回避されて場外にいるストローマンに直撃。これを受けてレスナーが自身をリングに投げ込みストローマンを攻撃。リングに上がったレスナーにスピアーを決めて勝利。ベルトをダッシュした。10月22日 RAW にて アメフト選手時代の22歳の頃に診断された、白血病が再発したことを発表。WWE ユニバーサル王座を返上するとともに、治療に専念するため離脱を宣言した。2019年2月25日、約4ヶ月ぶりに RAW に登場。白血病が、感解状態まで回復したとし、復帰を発表した。 4月16日に放送されたスマックダウンライブに登場スーパースターシェイクアップによりスマックダウンライブ所属となることが発表された2020年2月28日に放送されたスマックダウンライブに登場前日の2月27日のサウジアラビア大会にて WWE ユニバーサル王座を獲得したゴールドバーグに対して挑戦を表明し 4月5日のレッスルマニア36にて、WWE ユニバーサル王座戦を行うことが発表された。しかし、新型コロナウイルスの影響と前述の白血病による重篤化を懸念したため、出場自体以降欠場している。8月23日に放送されたサマーソラム2022て、ストロマン VS ブレイ・ワイアットの試合後に両者を襲撃。 ワイアットが体感した WWE ユニバーサル王座のベルトを掲げ、王座再挑戦をアピールし電撃復帰した。翌週のスマックダウンでは、ペイバック2020で行われる WWE ユニバーサル王座戦の契約書にサイン。さらにブロックレスマーの元マネージャーだったポールヘイマンと結託関係にあることを示唆し、ヒールターンを果たした。8月30日。 ペイバック2022でワイアットとストローマンとの三つどもえ戦を行うが、試合が始まっても契約書にサインせず、リングにも現れなかった。そしてワイアットとストローマンが消耗した終盤に、契約書にサインして、リングに上がると、疲弊した二人を攻め立て、最後は、ストローマンに、スピアーを決めて王座に返り咲いた。9月27日、 実のいとこの J. ウーソとクラッシュ・オブ・チャンピオンズ2020でユニバーサル・王座をかけて対戦し TKO 勝ち。その後、ヘルイン・アセル2020でヘルイン・アセル、アイ・クイット戦で再戦し勝利した。さらにサバイバーシリーズ2020で WWE 王者のドリュー・マッキンタイヤで王者対王者の試合を制した。その後、ケビン・オーエンズが 家族の侮辱をしたことから、新たな構想に発展。TLC2020 での TLC 戦、ロイヤルランブル2021でのラストマンスタンディング、マッチを制し、応援図から王座を2度防衛した。2021年2月21日、エリミネーションチェンバー2021で直前に、エリミネーションチェンバー戦を制した、ダニエル・ブライアンと対戦。1分ほどで勝利した。 4月11日、レッスルマニア37で、ロイヤルランブル2021で優勝した、エッジ、構想が続いていたブライアンとトリプルスレッド形式で、対戦。エッジから、クロスフェース、ブライアンから、イエスロックを同時に極められるなどピンチを招くが、最後は二人にコンチェアとを決め、二人同時にフォールして、王座を防衛した。 スーパーマンパンチスーパーマンパンチトリプルパワーボムかきのフィニッシュホールドをする前に行うアピールであり、ザ・シールド結成後にフィニッシュホールドとして重宝しているスピアーとシールドボムの前に行う。モチーフはサモアン式のおたけび。WWE 世界ヘビー級王座、WWE ユニバーサル王座、WWEUS 王座、WWE タッグ王座。 ありがとうございます。